つまりパク・ドラカイという人はね、パフ・チョアンという人はね、まあ、表示されてるんです。それがうちの仕事の専門ね。そういうの否定されたら、うちの職業否定になるからね。どんだけ際どい話しても我慢して聞くこと。まずね、パク・トラーカイというね、人間細胞の説明というわけじゃない。パク・トラーカイという人間細胞を構成したパク・トラーカイ遺伝子の話でもない。そこに寄生している動物らの話。だからパク・トラーカイが動物やとか言ってるわけじゃないのに、そこを誤解するなよ。つまり、さっきしたような説明っていうのは今からちょっとするかもしれない。それは犬自我の説明なんです。犬霊、犬神がいわゆる有名な昔からのもの。犬神の性格について言ってる。人格論ちゃうからな。ね。結局うちは、まあ、パクトラカに対して、それでもヘイトスピーチにならんやろ。なんでとかって、みんなに重要なこと伝えなあかんからな。パクがどんだけ痛がって騒いでもな、アカウントが停止されたら困んねん、みんなが。こんな情報も伝わらないなんだよ。もうシャーなんか YouTube にアップするけどなったからな。あっちも載せられへん。な、大事な情報聞かれへんの。お前らがうちの話をな、ヘイトやとか抜かすからちゃうんけんだろ。知らんわ、もうそんなやつ。勝手に DM 分からずどっか死ねえ。な、そうなってまうやろ。ちゃんと聞けよやろ。ほんでな。それでもパクはお構いなしにガウガウ吠えてるだけ。パクに憑依した。犬自我がそれやから、犬神の選択だよ。それに多少の言語がくっついてる。それ以上の言語は、よう操らない。パクはちゃうで、パクに住みついてる。パクの奥深くに住みついてる。こう染みついたってどうやパクのことになるのか。住みついてるってどうなの、犬神のことになるのか。しょうもない、細かい違いでふだんは何かすなよ。どうするん、そんなの、こういうとんや、悪の中で。犬神っていうのが怒ったら、これは犬も怯えるぐらい怒るんですか。犬神な。まあ、犬神としての歌ちょっとアップした。さっきな、ピーピー言うとったら。んで、まあ、完全にな、犬をな、把握しかん。制御できたらええな、うちが。難しいけどな。まあ、じゃあ大陸の形とか日本列島の形は人の形ちゃうと分かったら、犬の形。中尾島も犬の形しとったってことが妄想なんだ。まあ、実は杉田美穂さんのおちんちんのことを犬って呼んでるわけでもあるんだけど、実はいっぺん犬に食わしてるね。そうやないと、うちを性転換できへんかったっていう事情もあるな。まあ、連中気にしちゃうことしてるやろ。したらあかんことちゃうの。天皇やったやってんか、そんなこと。いや、天皇にそんなこと言うのってするわけないか、天皇。天皇にそんなこと言うのって失礼って言うんやったらしやすいよな、天皇、そういったことを。実際にされた、言ってるやん。信じんかったら知らんで、あんたら理由も知らず、あるいは突然海に飲み込まれて死ぬやんか。理由知らんでもええんやったら、ともかく誰のせいで天皇のせいやん。な、うちのせいにすんなよ、迷惑やん。まあ、うち下手な日にはブラック大王家、うちのせいにして天皇立てまつって毎回同じ目の前らやってるやんけ。うちの言うこと聞かんからやんか。怒れて死ぬねんぞ、天皇のせいの前ら。なっ、パクはもともとうちの飼い犬やったんや。ほんとパクの病気してた犬なんだよ。いろんな色の遺伝子技術使ったら、犬からパクぐらいの人間が作れる。西浦ぐらいの、あの程度の哲学の人間と遺伝子組み換えで作れると安定性はある。やたら奇妙な肉食いたがるのもんね。そういったメカニズムも教えたから。